具体的にこうしたら上に行く、この部位を使って詳しく説明している文献があるので、ちょっと紹介したい。どこから館内放送が撮ってますか？流れてますか？うん。BGM 入ってる。BGM 入り。BGM 流れてます。まあ、それは。社学昇進にですね、大鷹爪の手の内っていう文章の説明があって、そこに、孤高と昇魂っていうのを使って、解説しましょうと。大鷹爪の手の内っていうのがまずあるんです。大鷹爪。はい。それが、まず、ここには力を入れない。で、ここには力を入れる。で、こうやって握ってくださいという手の内が紹介されてます。で、ここちょっと僕がちょっとこう書いたんですけども、その大鷹爪の手の内の前提として、昇魂食するも、ここを仰がず、や、大を抗えずって書いたんです。これは、昇魂が、食っていうのは実っていう意味で、働くっていう意味です。ここの部分が閉まって、こういうふうに押されるということですね。で、次に、ここが仰がないと。だから、抗えずと書いてあるんですけども、仰ぐっていうのは、こういうふうに上に向いちゃうっていう状態ですね。で、この状態ってのはどういうことかって言ったら、つまり、この部分とこの部分に両方力が入ると、すごい握ってる状態になるじゃないですか。仰がないってことは。こうやって握って、こうも握ってるんで、仰がない、ここも仰がないし、で、昇魂は働いてる。つまり結果的に全部握ってるんです。この状態だとすごくブレるんで、矢が上に飛びやす、矢が台に、矢が上に飛んじゃうのも抗えませんよって書いてあるんですね。で、次に、ここを食するとも昇魂拒せず、矢は昇を抗えずって書いて、抗えずって書いてます。これはどういうことかというと、ここで皆さん誤解がよく生じるんですね。ここというのは、貝の段階では、人差し指と親指の間は、貝の段階では力は抜けてないとダメなんです。なぜかというと、この部分がこう抜けてるからこそ最後離れた時に押し込まれるように動くんですね。この部分がグッと力が入って全然動かなかったら、最後離れた時にこうやって動いちゃったりとか、こうやって動いちゃったりとかが起こるんですね。だから、壁流の古書、周社と弓矢の中には、親指の首の筋肉というのは鳥が海の中に、川の中に突っ込むと同じで、ここには力が入っていないことが大事だっていうふうに書いてあるんですね。で、それ、同じなんで、だから、この部分が、人差し指と親指が、こういうふうに力が入っちゃったせいで、例えば、昇魂がこう抜けるって言うじゃないですか、こうやって。そうすると、昇が抗えないって書いてあるんですよ。昇が抗えないって、これが。この、ここが食すると言っても、昇魂が強してたら、矢が下に落ちてしまいますよ。で、他に、小指と無名指と小指と薬指を握るのが強すぎると左に傾いちゃいますよ。人差し指と親指力入れすぎると今度は右に行きますよ。ここまで書いてある。だからこれがこういう風に力が入りすぎたら左に行きやすいです。ここにぐーっと力が入っちゃうと手首が曲がりやすいんで右に行っちゃいますっていうようなことも書いてある。これがね、ここでこういう風に、例えば第3を取るときに上押しをかけるじゃないですか。上押しかけるだけじゃなくて、人差し指と親指をグッと縮めるじゃないですか。では曲がった状態で右に行きやすいですよ。じゃあ例えばこれが、そうじゃなくて、これでもそうですよね。小指と薬指をグッと握りしめるとします。こうやって。こうやって握りしめるとします。ね。よくまあ、なんか、こことここ寄せましょうっていう技がある。なんか、手の内の揃え方あると思うんですけど、それを意識しすぎて、こう、めっちゃ締めたとするじゃないですか。こうやってです。若干ちょっと後ろに行きましたね。はい。そういう風になりますね。じゃあこれどうしたらいいんですかっていうのが、大鷹爪の手の内に書いてあって、まず、人差し指と親指、人差し指と親指ね。この部分が、
最後に押し込まれるように動くためには、この部分力抜けてないとダメなんですよ、下位の段階。で、次に、昇魂こうやって押せば押すほど、こういうふうに、より、下が締まれば締まるほど、上が開きやすくなるんですよね。下が開けば開く。上が開きやすくなるんですね。これが、こういうふうに引けば、この部分が締まれば締まるほど、最後離れた時も、この部分が締まってたら、より親指って前に出しやすいじゃないですか。で、逆にここの部分で力が抜けてれば抜けてるほど働くじゃないですか。で、まず、ここで大きな誤解が生まれます。下位っていうのは、手の内っていうのは、まず自分で力を入れません。人差し指と親指に力を入れるためにはどうしたらいいのかっていうと、人差し指と親指の力を抜き続けないといけないんです。この部分が働かせるためには、ここ抜かないといけないんです。どんどん抜かないといけない。ちょっと浮くぐらい。はい。これです。これちょっと浮くぐらい。これが最後、こういう風に押し込まれるようにするためには、なるべくここで力抜けてないとダメなんですよ。だから極端な例で言うと、例えば指が短い人の場合だったら、こんな感じ。開いてますけども、最後にまっすぐ、まっすぐこうやって親指が出るんで、まっすぐ行くんですよ。だから、そうやって抜けてないとダメ。で、小指と薬指。これね、小指と薬指に、昇魂を働かせるためには、なるべく小指と薬指を、こうやって締めないとダメなんです。ところが、これも、みんな、ここ締めなさい、ここ締めなさいって言うんですよ。違うんですね。そこを締めるんじゃないんです。小指と薬指を締めるためには、小指に力を入れちゃダメなんです。小指と薬指を締めるためには、矢の長さいっぱい、引けばいいんですよ。引けば引くほど、弓が動くから。それで締まるんです。だから、指は何もやってないんですよ。指は引けば引くほどこうやって動いてる。これをこうやって引けば引くほどこう動く。引けば引くほど、ここの部分力を抜いておけば、指の反発力を区切って最後ポンって離した時に親指が出るんでまっすぐ行くんです。だから指は何もやってないんです。だからやらなきゃいけないことは、射学召集は骨折締まり、引き締まり終わるところを矢ごろとするって書いてある通り、最大限まで引き切って、引き切るところがないところまで引いてください。引き切るところがないところまで引けば、昇魂はすごく働くんです。引き切るところがないところが引けば引いていく最中に、親指を力を抜いておけば置くほど、人差し指と親指の間もちゃんと働く。だからここの指を柔軟に動かすためには、何をやらなきゃいけないのかっていうと、実は、こっちが大事なんですよ。これ、こう。で、はい、まっすぐ取るんですね。っていうことなんですよ。だから、これね、日本語で書いてあるとわからない、わかりにくいと思うんですけど、昇魂の働きを強くするためには、矢の長さいっぱい引いて、小指と薬指に、こう、締まる力を与えてください。自分で小指という薬指を締めるんじゃなくて、弓をいっぱい引くことで小指と薬指締めてください。これ自分で締めちゃダメですよ。自分で締めたら、さっき大高爪の手の内で、小指と薬指締めすぎたら左に行きますよって書いてあるから。だから岩永さんいっぱい引いて、小指には何も力入れてないんですよ。で、今度これ逆なんですけど、同じこと言ってます。矢の長さいっぱい引きまくって、その上で親指と薬指の、人差し指の力を抜いておけば、押し出される力が強くなると。ここは。こうやって。だからここの部分は抜いてください。だからここも抜いておく。ここは抜いておくんですけども、こっちは薬指と小指は抜けば抜くほど締まるんです。人差し指と親指の間は引けば引くほど力が抜けてくる。っていうような手の内になるといいよねっていうふうに書いてあります。射学召集。だから二つも同じように矢の長さいっぱい行きましょうって書いてあって、左肩も下げてそこから押すようにしましょうと。両方ともね、矢の長さいっぱい引きましょうなんですよ、本質。で、その上で結果的に起こることは、小指と薬指は締まります。よく締まります。で、人差し指と親指の間はどんどん抜けていって、最後バーンっていうようにします。そういうような引き方を目指してくださいと、射学召集の大学説明に書いてありました。